仙台原発再稼働反対のコール今ありましたけど、仙台原発には火山があります、先週でしたかね、院内集会で、九州から火山学者を呼んでですね、仙台原発の近くにある、アイラカルデラ火山というのがあるんですけど、そこでの、破局的な噴火についてですね、いろいろ聞いてまいりました。今まで、規制委員会ではですね、九電も含めてですけど、専門家、火山学者を含めて議論をしてません、審査してこなかったんですね。それで先週、その院内集会やってからなのかどうか分かりませんけれども、この間の、水曜日の、規制委員会の、審査、九電を含めての審査の時にですね、島崎委員長が、火山についての九電の評価が甘いということで、そこに書いてある文章を書き直せということで、一回止まりました。これで少しはね、当然再稼働は伸びるはずなんですけれども、いろんなやり方で再稼働を止めようということで皆さん考えてらっしゃいますけど、僕たちも考えてきて、この火山というのがですね、評価がやっぱり今まで、過小評価されてきたんじゃないかということで、今取り組んでます。活断層についてはですね、12万年に1回動いたか動かなかったかで、もう動いてれば、それはダメだということで、決まってるわけなんですけど、この破局的噴火、今言いましたアイラカルデラ火山の噴火というのはですね、 2万年から3万年前にもう1回噴火してるわけですね。ですから12万年に1回で止まるんだったら、2万年3万年に1回に、破局的な噴火が起こってるわけですから、これはダメだろうということでですね、その火砕流が、仙台原発のところまで来てるのはもう明らかに分かってるわけです。それはもう規制委員会も九電も認めてるわけですけど、九電は、事前に予測して、それを、原発を止めてですね、安全な場所にその、使用済みの核燃料を移せるんだということを言ってるんですけれども、予想できないということが、今だんだん分かってきたんですよね。予想できても、それは、2ヶ月か3ヶ月前に、かつて稲壺火山というのが噴火ありましたけど、その時予測できたのが、2ヶ月から3ヶ月それで使用済み核燃料をじゃあ安全な場所に2ヶ月3ヶ月で移動できるのかというと、これは不可能だということはもう分かってるんで、その、予測できないような、今データが2万年前3万年前の噴火なんで、それ以降にまた噴火が起こってないんでデータがないんですよ。そのデータがないのにですね、九電がですね、自分たちの予測でですね、15% ぐらい、火山の中のマグマだまりに、マグマが増えてきたら、予測、それは噴火の予測として、予想として、止めて、その使用済み核燃料を移動するというようなことを言ってますけれど、今どのくらい溜まってるかが分からないのに 15% 溜まるとかっていう話はね、できないんですよね。それはもう明らかに分かってきてるんで、結局まあ島崎委員長も、やり直しと。で、改めて規制委員会としてもですね、専門家を入れて、もう一回、議論し直すということになってます。これがですね、やっぱり進んでいけばですね、仙台原発再稼働を止める一つの、手立てになるんじゃないかと僕たち思ってます。